皆さんおはようございます。これより本日の会議を開きます。日程に入り一般質問を行います。質問時間は再質問も含め25分以内と定めます。なお一問一答方式の再質問についてはこの留意事項を園内席に掲示しておりますのでご参照願います。14番渡辺智則君。14番。答弁者は控え席へ移動願います。おはようございます。自由民主党岡山県議団の渡辺でございます。本日トップバッターを務めさせていただきます。知事には喉の調子お加減いかがでしょうか。いただきながらご答弁をしっかりよろしくお願いいたします。それでは、早速ですが通告に従いまして、質問をさせていただきたいと思います。まず電子帳簿保存法の改正について質問させていただきます。電子帳簿保存法改正により国税関係書類について民間企業や個人事業主の電子商取引における書類の保存方法が大きく変更されます。例えばアマゾンで買い物をしてその領収書をダウンロードしたような場合や電子受発注システムを利用して企業間で注文書や注文受け書をメールやウェブ上でやり取りした場合、また請求書がメールで送られてきたような場合、今まではプリントアウトして紙状態で保存すればよかったですが、令和4年1月からは電子取引による国税関係書類は電子データによる保存が義務化されます。さらに電子保存されたデータは取引日時、取引先、金額が税務調査の際に検索可能であることが必要です。さらにタイムスタンプ付与という時系列の改ざんができない電子ログを付与したデータ自体を保存しなければならないということであります。大手企業でしたら専門ソフトを購入し人材も確保可能かもしれませんが、中小企業や個人事業主にとっては専門ソフトやクラウド整理保存のための人件費など大きな負担が予想されます。国税所管の内容でありますが、そのための説明会や具体的な事業者支援策は国から提供されておらず大きな混乱が生まれています。そのため対応に苦慮している事業者を県が支援し、専門家による導入や運用の支援、専門ソフトやクラウドの導入補助などを行うとともに電子インボイスの導入なども含めて事業者のデジタル化を進めていく必要があると考えますが、あわせて産業労働部長のご所見をお伺いいたします。答弁を求めます。産業労働部長三浦さとみ君。自由民主党の渡辺智則議員の質問にお答えいたします。電子帳簿保存法の改正等についてのご質問でありますが、県では専門家派遣による相談対応を行うとともに支援機関において講習会等での改正内容の周知を図っており、専用ソフト等の導入については国の補助金の活用が可能であることから県の補助までは考えていないところであります。中小企業のデジタル化の推進は喫緊の課題であるため、これまでデジタル化に向けた人材育成や設備導入支援を行ってきたところであり、今後とも事業者の状況やニーズを踏まえながら必要な支援に取り組んでまいりたいと存じます。以上でございます。14番。ご答弁ありがとうございます。いろいろ説明会等をされてきたということなんですが、実際にはなかなかその具体的に中小企業準備ができてない状況でして、
で今回ですね、いくらなんでもそれは無茶だろうという意見が多く寄せられて、実際にはこの税制大綱で2年間紙との併用がされるということで、実質2年間猶予されるということになるんですけれども、実際そのインボイス制度もその待ったなしということですが、その一般的にですね、そのデジタル化を進めようという、 こう旗印のもとに、その早急にこう早急すぎるこういったその改革によってですね、かえってデジタル化に逆行するような場合、これは岡山県 その業務全般にも言えることでありまして、例えばいろいろな申請書類であるとか、それから土木とか農林の工事の提出書類、これも電子化と言われながら、実際にはその紙のものをデジタル媒体に入れて出すというようなことで、いわゆるその生産性が上がるとか効率化がされるとかいったことにはなってなくて、その本来のデジタル化になってないわけですね。で、そういったところをその中小企業支援という面でしっかりとこうサポートしていく、例えば商工会議所とか商工会とか、それから税理士会計事務所なんかが、ここの、国税のところをやっているわけですけれども、そういったところをその単にそのこういったことがありますよという告知だけではなくて、実際にこういうふうにそのアプリを整備すれば効率化できますよというような、その具体的な支援策が必要、そうしないとその真のデジタル化になっていかないというふうに思うんですね。で、先ほど部長の方もデジタル化は喫緊の課題だということで認識を示されましたけれども、そういったところも含めてしっかりとサポートしていくことが必要と考えますけれども、そのあたりもう一度お願いいたします。関係労働部長。デジタル化に対して、早急な改革というのはかえって、そういうデジタル化に逆行するような状況も生むのではないか、それについて のしっかりした支援をというお話でございます。この点では、支援機関、商工会議所と支援機関等としっかり連携しながらですね、まずはその県内事業者がどういう状況にあるのか、そういう状況もしっかり踏まえて、そのデジタル化に向けてどういった道筋をすれば丁寧に伝わってやる気を起こすというか、効率的に導入していけるのかというところもしっかり見極めながらですね、必要な支援、説明会と、それから専門家の派遣と、そういうことを通じてですね、しっかり今後も支援していきたいと考えております。以上でございます。次の項目に移りますので、答弁者は控え席へ移動になります。続きまして、新型コロナウイルス感染症対策について質問させていただきます。まずコロナの第6波への対策について質問させていただきます。コロナの感染につきましては全国的に落ち着きを見せておりますが、海外の事例を見るとドイツ、イギリス、フランスなどで高い水準の感染が発生しています。私はこれまで感染症対策を振り返って第6波を抑制することが今後の大きな課題と考えますが、2回接種後の感染者も多いと伺っておりますので、まずできることとして3回目のブースター接種、これを確実に行っていくことが重要と考えております。ブースター接種の必要性やその時期、国からのワクチン配分予定、市町村への移送手段等について前回からの改善も含めて保健福祉部長に所見を伺いいたします。次に、新たな変異ウイルスオミクロン株の県内への流入防止措置についてお伺いいたします。オミクロン株はワクチン2回接種者も感染可能性のある強力な感染力を持つウイルスと報道されており、県内への流入と感染拡大は防がなければならないと考えています。現在オミクロン株の感染が蔓延しているアフリカなどから入国した人のうち、岡山県内に滞在または居住する人に関して、
濃厚接触者であることや待機対象者であることの情報は国から提供されているのでしょうか。されるのであればどこまでの情報が知らされているのか保健福祉部長にお伺いいたします。次に国の経済対策補正予算案としてコロナ対応のため臨時交付金が 6.8 兆円計上されていますが、この交付金が配分された場合にどのような事業を予定されますでしょうか。私は昨年と今年に県が事業者支援策として実施しました生産性や収益力向上支援の補助金を再度実施することが有益と存じます。また対面の事業者はまだまだ客足が戻っていないことから、今年1月から9月まで3期に分けて実施しました法人で40万円、個人事業主で20万円支援する飲食店等一時支援金の継続を強く要望しますが、合わせて知事にご所見をお伺いいたします。次に生活困窮者支援についてお伺いします。私はコロナによって影響を受ける生活困窮者支援については一律10万円ということもありますが、真に困った方に適正な額の支給が必要なのではないかと考えています。コロナで影響を受ける生活困窮者は、例えばバイトの機会を失った困窮学生、一人や親家庭のうちお母さんが飲食業に勤めている家庭や苦境にある飲食宿泊業などの個人事業主、あるいはコロナによってリストラの対象になった方など極めて限定と生活困窮の証明が困難であることが課題であるのではないかと考えています。知事はコロナによる生活困窮者をどのように定義して困窮者をどのように判断するものと考えているのでしょうか。また額や支給期間など支援のあり方をどのようにお考えでしょうか。ご所見をお伺いいたします。私はコロナで生活困窮する方を対象に県の無利子の貸付制度を創設する必要があるのではないかと考えています。生活福祉資金とは重ならない形で生活保護に相当する金額を貸し付けるもので、返済開始はコロナが収束するまで据え置き、返済期間も最大10年程度の長期にわたるものであります。あるいは住居確保給付金は条件が非常に難しいことから、空き家を県が定額で借り受けて生活困窮者に対応するのも必要な案ではないかと考えます。それらの案も含めて知事の考えるコロナで影響を受ける方への生活困窮者支援についてお伺いいたします。答弁を求めます。知事、茨城雄太君。自由民主党の渡辺智則議員の質問にお答えいたします。新型コロナウイルス感染症についてのご質問であります。まず事業者支援策についてでありますが、お話の補助金や支援金についてはこれまで数次にわたる補正予算により実施してきたところであり、事業の継続と雇用の維持に一定の効果があったものと考えております。今後新分野展開、業態転換のための補助金の拡充や、コロナ禍で売上高が 30% 以上減少した事業者への支援金が国によって行われることが予定されていることから、それらの施策を踏まえながら必要な支援策を検討してまいりたいと存じます。次に生活困窮者のうち定義等についてでありますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け生活環境が変化したことにより収入が減少し経済的に困窮している方と考えており、困窮度や支援のための支給額等はそれぞれの方が置かれている状況により判断するものと考えております。次に支援策についてでありますが、国において生活福祉金特例貸付や生活困窮者自立支援金の申し込み期間延長などを盛り込んだ新たな経済対策が示されたところであり、まずはこれらの対策により支援してまいりたいと存じます。またお話の居住支援として公営住宅への一時入居や住宅セーフティーネット制度等に取り組んでいるところであります。生活困窮者は年齢や世帯構成、就労の有無など置かれている状況により困窮の度合いや抱える課題は様々であるため、
それぞれに必要な支援を包括的に提供していくことが重要であると考えております。以上でございます。保健福祉部長西島康人君。お答えいたします。まずブースター接種についてでありますが、2回接種後時間の経過とともに感染予防や発症予防、重症化予防効果が低下する可能性を示唆する報告があることから、原則8ヶ月を経過した方を対象に今月から追加接種を開始したところであり、国からは来年3月末までの接種対象者数に見合う配分量が示されております。また移送手段についてはすでに各市町村において配送体制が整備されており、市町村間での融通も含め引き続き市町村と連携し円滑にワクチン接種ができるよう体制整備や情報発信等に努めてまいりたいと思います。次に国からの情報提供についてでありますが、現在すべての入国者について国が健康フォローアップや自宅等待機の確認を行っているところであります。これまでに濃厚接触者の情報提供はありませんが、住所や連絡先が県内となっている待機対象者については毎日県や保健所設置士に対して氏名や性別、連絡先のほかワクチン接種の有無、過去14日間の滞在国、入国時に利用した航空便等の情報が提供されているところであります。以上でございます。田中君、はい、何番括弧1番ブースター接種10円番はい、4番ありがとうございました。その、薬のですね、市町村間での、 融通というのをおっしゃられましたけれども、具体的などういったイメージになるのでしょうか。保健福祉部長。お答えいたします。市町村間でのワクチンの融通ということについて具体的にどういうことかということですけれども、ワクチンについては一つのアンプルが一人分ということではなくて、1回封を切れば10人分例えばワクチンを打たないといけないというような場合に10人単位で一つの、アンプルというか単位で送ることになるわけですけれども、実際に例えば今回1回目2回目でもうほとんど10人単位でもう接種者がいないような場合、5人でもやりたいというふうな場合には例えば残りの5人分を捨てなきゃいけないというようなこととか、そんなこともありますので、そういったことの融通であるとか、もっと言うとその1泊単位が非常に大きい単位ですので、それを小分けをして、細切れにしてですね、各市町村に配分することでより、ワクチンを有効に活用するという観点でもうすでに、最近ですね、そういったものを始めさせていただいていますが、3回目についても細切れに送られてきますので、そういったことを有効に活用するという観点から、そういった細かい対応をしてもらいたいということでございます。渡辺君、何番？3番。10円番。4番。事業写真につきましては、提案したものも含めて、国の施策と、いろいろ考えながらですね、進めていくということなんですが、知事の独自にお考えのこれからの支援策等もですね、あるかと思いますけれども、関連してお考えがもしありましたら、お聞かせいただけますでしょうか。知事。何か独自のものを考えているのかということでございます。で、県としてこれがしたいと、これが評判がいいんじゃないか、もしくはここが大事なんじゃないか、いろいろな我々自身のアイデアというよりもいろいろな要望ですとか、いろいろな問題点が集まってきているのは事実でございます。で、それにおいて我々としてこう
これがアピールになるとか、これで県庁の評判がっていうことも、まあ、考えないではないわけですけれども、この国が対策を考えている、またこれまで市町村がやってきた、でやってきたこと必ずこのまま延長されるわけではありませんけれども、だいたい傾向が分かっている、でそういったことを前提にしながら、できるだけ全体としてこの、いいパッケージになるよう、またそれぞれの事業者、これまで何度も、言われていますし、我々も気をつけているつもりなんですけれども、同じ事業者が国の補助金、県の補助金、市町村からの補助金、大体似たような趣旨なのに、それぞれちょっとずつ、要件が違ったりですとか、書類が別々だみたいな、そういうことでなく、できるだけその支援を必要としている人が簡便な手続きで、支援を受けられるようにするためにはどうなのかということで、大体こういうものは早く何か発表をすると、選定で頑張ってるみたいなことに、なるんですけれども、まあ、それも大事なのかもしれませんけれども、極力の、国や市町村も見ながら、全体としてどうなのかということを我々とすれば、しっかり考えて、この抜ける人が極力ないように、限られた財源のしっかり、知恵を絞っていきたいと思っています。渡辺君。よろしいです。次が4の E を。4の E？ 4番。もう生活困窮者支援につきましては、本当に一つ重要なところは、生活困窮したかされる方がですね、例えばその、ホームレスになるか、あるいはその、生活保護の受給者になるか、該当するか、まあ、そこにですね、なるかならないかの、そのボーダーラインといいますか、そのもうちょっと支援すれば、そこにならなくて済んだのに、ちょっと国の、あるいはその県の、まあ、援助が足りなかったから、そこに入ってしまった。で、そうなってしまったら、なかなかそこから抜け出すのが難しくなってしまって。まあ、こういったこのコロナ の、 その突然の、まあ出来事によって、今まで順風満帆だった人生が、まあ例えば飲食業の方とかですね、一変して生活困窮者になって、でそこから生活保護を受けるまでになってしまうというようなことをですね、まあちょっと支えてあげることが必要なんだろうというふうに思うんですね。でまあ、先ほど言われましたその国の生活福祉まあ支給もありますけれども、実はこれ最長7ヶ月ということで、まあ、20万円7ヶ月なんですね。で、まあ、7ヶ月でコロナが終わったんだったらそれでいいと思うんですけども、まだこれから継続して、今までももう2年も継続してて、これからまだ1年2年こういう状態がですね続くかもしれない。そういったときに、その生活福祉資金に、まあ、少し変わるようなものをですね、やはりその、融資制度として作っていくっていうのも非常に重要なことじゃないかなと思うんですね。その先ほど言いましたその生活保護に、なっていく過程の中で、例えばもう生活福祉資金が切れてしまったので消費者金融に手を出して、でそこからもう雪だるま式に負債が増えてしまうとか、そういったことが実際起こってるんだと思うんですよ。で、まあ、そういったところの情報をしっかりとキャッチをしていただいて、まあ、無利子の少しこう、生活保護に変わるようなぐらいの金額のですね、援助が融資がですね、できないか、もう一度ちょっと考えてください。議員のお話になっているロジック、私も共感するところでございます。で、これは実際コロナが関係なくても、この、まあ、生活保護、これは先進国にはすべて備わっている最後のセーフティーネットでありまして、でこれも大事なんですけれども、生活保護の一歩手前のあたりが非常にこう、まあ、矛盾に満ちているとか、なかなか難しいところがある。で、
生活保護のこの基準をどん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 際限なく広げていくっていうのは、これは事実上無理ですけれども、その今ある基準のちょっと外側のところでもう少し親身にいろいろ相談に乗ってあげるっていうことが、ご本人にとっても行政にとっても社会全体にとってもいいんじゃないかっていうのは、私も非常に強く思っているところでございます。で、これは今回に限らず行政に携わる人間考えなきゃいけないことだと思います。で、大事なことは相談のしやすさだと思っています。この実際その窓口っていうのはなかなかこうそんな柔らかい感じじゃなくて、なかなか厳しく言ってくる人に対して説明をして、それで納得しないとか、いろんなことで大変なんだっていう話をこう、聞いたりするわけなんですけれども、そういうのもありながらも、そのいかにこう実質的に問題を解決していくような窓口でいられるかどうか。で、そういうことで言えば、実は住民により身近な市町村の役割も非常に大きいんだと思います。資金がどこから出るかということは別にしても、その、先ほどの、事業者支援にも通じるところがあると思うんですけれども、この国が県が市町村がって言って、何か、成果を競い合ったりですとか、もしくは負担を押し付け合ったりということに極力しないように、このトータルとしてどういう支援ができるのか、仕組みが構築できるのか、そういった視点が非常に大事だと思っています。で、なかなかこれは簡単にできないことではあるんですけれども、我々自身も実際特にこの2年間はコロナによって何が起きてしまっているのか、何かしなければいけないのかということについては、県の窓口に限らず岡山県内で起きていることについては、できるだけアンテナを立ててしっかり考えていきたいと思います。今具体的なお話はできませんけれども、お気持ちはよく伝わってまいりました。よろしい、はい、次の項目に移りますので、答弁者は控え席へ移動になります。14番。続きまして、発達障害について質問をさせていただきます。発達障害とは、生まれつき見られる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴のある状況です。主な特徴的な症例として、自閉スペクトラム症、注意欠如、多動症、いわゆる ADHD、学習障害、チック症、吃音などがあります。それぞれの症状の特徴により、学校やコミュニティにおいて集団生活に馴染めないこともあり、保護者が育児の悩みを抱えたり、子どもが生きづらさを感じたりすることがあります。発達障害にあっても、本人や家族、周囲の人が、特性に応じて日常生活や学校での過ごし方を工夫することで、持っている力を生かしやすくなったり、日常生活の困難を軽減させたりすることができます。そこで、岡山県内でも特別支援学級や通級指導教室を設置して支援をしています。通級指導教室とは、小中学校の通常の学級に在籍する軽度の障害がある児童・生徒に対して、各教科の授業は通常の学級で行いつつ、障害の状態と程度が異なる児童生徒の個別指導を中心として自立に向けた特別な指導をする教育です。私は今回、発達障害を持つ児童生徒の近年の著しい増加傾向に注目し、幼年期の発達障害が中学高校での不登校や引きこもりの一因になっているのではないかと考え、現状把握とその支援策と促進について質問させていただきます。文部科学省の行った令和元年度通級による指導実施状況調査結果によると、通級に通う児童生徒は全国で134,185人にも及び、10年前と比較すると 2.5 倍に増加しています。そのうち、いわゆる発達障害に該当する人は13万1579人と大部分を占めています。また、通級とは別に特別支援学級に自閉情緒情緒児童生徒数は通級指導教室の数倍いることから、発達障害を持つ児童生徒は岡山県内でも相当な増加を見せているのではないかと思いますが、
現在、特別支援学級や通級指導教室に通う小学校、中学校の児童生徒数は、10年前と比較してどのような状況であり、推移はどのような傾向となっているのでしょうか。また、子どもの数が減っている中でのこの増加に関する課題など、教育長のご所見をお伺いいたします。また、発達障害を持つ人の数は、どのような要因で増加しているのでしょうか、保健福祉部長にお伺いいたします。この全国調査結果において、中学校では通級に通う児童生徒、が小学校と比較して7分の1になっていることに疑問を感じました。調べてみますと、全国的に中学校での通級指導教室の設置が進んでないようであります。岡山県でも先進的な倉敷市や近年設置された新見市など、今年度は7校にとどまるようであります。中学校でも通級指導教室の設置を促進する必要があるのではないでしょうか。ただ、通級指導教室設置には、県による専門的な教員の配置が必須であり、市町村教員の意向に合わせた教員数を配置するには、人材の育成確保が課題になりそうです。設置が困難であれば、専門家である通級指導の担当教員が市町村をまたいで、中学校を巡回指導し、通級指導の補完をすべきではないのでしょうか。併せて教育長にお伺いいたします。また特別支援学級の担任教員が特別支援学級教員免許を所有し、特別支援学校教諭免許を所有し、より専門的知見のもとに発達障害を持つ児童生徒の支援を行うことが重要と考えています。現在、県内の特別支援学級担任や通級指導担当者の特別支援学級教諭免許証所有の促進を図っているようですが、現在の免許証所有率はそれぞれ何パーセントで促進してきた結果はいかがでしょうか。教育長にお伺いいたします。次に、学校以外での発達障害を持つ子どもへの支援についてお伺いします。就学前の発達障害を持つ子どもや保護者への支援として、市町村への就学前支援コーディネーターを派遣し助言等をしておりますが、就学前の子どもが発達障害に関する支援を受けられる施設は現在のところ少なく、保護者が小学校の特別支援学級や通級教室を訪問していると聞きます。幼稚園においても、発達障害児支援士など、民間専門資格を持った教員を育成することが必要であると考えますが、教育長のご所見をお伺いいたします。また、認定こども園の保育教諭等や放課後児童支援員も同様に育成が必要なことに加え、発達障害を持つ子どもたちのデイサービス施設の拡充も重要と考えます。保健福祉部長のご所見をお伺いいたします。答弁を求めます。教育長、鍵本義明君。お答えいたします。発達障害についてのうち、まず特別支援学級等の児童生徒数についてでありますが、本県の自閉症・情緒障害の特別支援学級および通級指導教室に通う児童生徒数は、平成23年度は3122人であるのに対し、令和3年度は6877人で2.2倍となっており、増加傾向にあります。課題としましては、通常の学級における合理的配慮に基づく指導支援が十分に行われていない状況も見られることから、特別支援学級と等と合わせて通常の学級を担当する教員の専門性の向上が必要であると考えています。次に、通級指導教室の設置等についてでありますが、中学生になると通常の学級での授業から抜けることへの抵抗感や、放課後は部活動をしたいとの希望から通級指導を希望しない生徒が増える実態があります。継続した指導が必要な生徒には、その意義について市町村教諭を通じて十分に説明し、さらに通級指導教室の設置を働きかけていく必要があると考えております。また専門的な教員の人材の確保については、現在県総合教育センターや
OJT による研修により育成を図っているところであります。今後は引き続き人材の育成に努めるとともに、お話の巡回指導を含めた通級指導のあり方について研究を進めてまいりたいと存じます。次に、特別支援学校教諭免許状についてでありますが、特別支援学級担任の免許状保有率は令和2年度の公立小中学校で 27% でありますが、通級指導教室担当者については把握しておりません。こうした中、市町村教諭に対して免許法認定講習の受講を強く働きかけた結果、受講者数が昨年度に比べて大幅に増加し、今年度は特別支援学校教諭免許状の保有率の向上が見込まれており、教員の指導力や専門性の向上にもつながるものと考えております。次に、幼稚園の教員育成についてでありますが、幼稚園においても特別支援教育の専門性は必要であり、お話の民間資格取得の働きかけまでは考えておりませんが、特別支援学校のセンター的機能を活用し、幼稚園の特別支援教育コーディネーターをはじめとした教員に対して、障害理解や支援の在り方について研修や助言を行っているところであります。今後も特別支援教育コーディネーターの専門性の向上に努め、園全体の特別支援教育の充実を図ってまいりたいと存じます。以上でございます。保健福祉部長、西島康弘君。お答えいたします。まず、増加の要因についてでありますが、近年、発達障害について広く知られるようになってきたことや、子どもの発達に深く関わる保健師や保育士などへの研修等を通じて、早期発見に取り組むことにより、発達障害の診断に結びついていることなどが考えられるところであります。次に、認定こども園の保育教諭等の育成等についてでありますが、認定こども園や放課後児童クラブにおいても、発達障害を持つ子どもへの支援は重要なことであり、県では発達障害児支援保育士等研修などを通じ、などを行い、認定こども園の保育教諭等の対応能力の向上を図っております。また、発達障害を持つ子どものためのデイサービスの拡充につきましては、今後も利用者数の増加が見込まれており、地域の実情を踏まえ、必要なサービス提供体制の確保を図ってまいりたいと存じます。以上でございます。渡辺君、何番括弧3号、はい、14番、はい、ご答弁ありがとうございました。まあ、中学校でもですね、通級指導教室の設置を強く呼びかけているということでありますが、やはりその小学校で増えているので、その方々がやっぱり中学校に増えたら、予想される生徒児童数、生徒数もですね、多いはずでありまして、そういったその必要性というのはあるんだと思いますが、大体その今、7校のところを、将来的にはどれぐらいに増やしてほしいなとか、その大々的なその数字的なものとかは、規模感はありますでしょうか。それからもう一つ、中学校での通級指導の先進事例においてですね、通級指導したら、こういったその効果があったとか、そういったその、事例等がありましたら、教えていただけますでしょうか。教育長。再質問にお答えをいたします。まず現在、7中学校に開設しているところ、将来的にどれぐらいまでかということでございますが、これは市町村の方から設置要望という形で上がってまいります。で、我々とすると、先ほどのようにいろんな働きかけをしておるわけでございますけれども、実質的に先ほど申し上げたような状況があって、中学生になると、小学生のうちは
いわゆるまあ事業を一部抜けて、通知して受けるわけでございますけれども、そのこと自体もちょっともう抵抗感があるという、まあ、発達年齢からしてですね、そういう部分もありますし、じゃあ放課後にやりましょうということも努力をしているんですけれども、放課後は放課後で今度は部活をやりたいということもありますので、なかなかそのご本人やご家庭の方からも希望が上がってきづらいというところはあるんですけれども、答弁で申し上げましたが、その辺は十分に説明してい、くことと、それから、もう一つは先ほど申しましたように、通常の学級の中で教員がある程度対応できる力があればですね、いくらかこう対応できる部分もあるかなというふうに思っておりますが、そういうところの専門性も上げていきたいというふうに思っております。それからもう一つのお尋ねの、改善の事例でございますけれども、具体にこうしたらこうなったというところまではちょっと詳細には把握しておりませんけれども、基本的にそのこのいわゆる発達障害の部分自体がこう良くなるということではないんですけれども、この通級指導を行っていくことによってですね、その適応力といいますか、こういう場合はこうしたら自分でこの状況はある程度抑えられるということが自分の経験として身についていきますので、子どもたちにその状況によって違いはございますけれども、各子どもによって小学校の時の状況よりもいわゆる適応、集団適応がしやすくなってきているという傾向は程度の差はございますけれども、それぞれの子どもにあるというふうに認識をしております。以上でございます。4番、はい、14番、特別支援学級の、まあ、教諭免許 の, 取得促進について、まあ、強く呼びかけているというご答弁をいただきましたけれども、まあまあ、先生も忙しい中ですね、まあ、そういったその資格の単位を取っていくというのは、すごく大変だと思いますので、まあ強く呼びかけるとともにですね、少しこうインセンティブの面もですね、考えてあげていただきたいというふうに思いますが、そのところを考えがありました。教育長。最終にお答えをいたします。先生たちも忙しいので何か配慮はできないかということでございますが、特別支援学級の担任になりますと、いわゆる特進担当、我々は短く呼んでもいいですが、その担当者だけの研修会がございます。新たな担任に対してはいろいろ、まあ、学んでいただかなきゃいけないことがあるんですけども、実はこのあたりのところをですね、じゃあその免許の取得の認定講習、こちらも県でやってる、先ほどの研修も県でやってる、一部重ねられないかっていうようなこともちょっと考えておりましてですね、実際そういうところも進めております。ですからその免許取得の入り口として、特別支援学級担任の研修を受けたことによって次が受けやすくなる、あるいは通常であれば全部受けなきゃいけないところを一部そちらで代替ができるというようなことも行っておりますので、こういったところもあって先ほど申し上げたように取得のより受講者が増えているんじゃないかというふうに考えています。以上でございます。渡辺君。それでは6番の認定子どもに14番。まあ、放課後デイサービスも含めた、その発達障害児のための、まあ、デイサービス施設については、需要が伸びてきているので、設置が必要なんだということなんですが、やはり、県を通して、まあ、国の方にですね、要望しても、その国からのですね、まあ、認定の数が近年、まあ、少ないということで、いろいろジレンマを抱えられていると思いますけれども、まあ、その辺のところ、まあ、国にもですね、しっかりと現状を、まあ、増加等もですね、説明した上で必要性をですね、要望していただきたいと思いますが、その辺のお考えを少しお願いします。保健室部長。はい、再質問をお答えいたします。まあ、デイサービス等の、まあ、施設整備についての、まあ、国の要望ということだというふうに思います。岡山県の、まあ、障害福祉計画等においても、やはりその先ほど答弁で申し上げましたように、地域のニーズに応じて、まあ、今後、まあ、増えていくだろうということで、必要な、まあ、受け皿をきちっと整備しないといけないということを、まあ、計画の中でも定めているところでございますので、まあ、県内の状況等を踏まえて等ですね、国に対してきちっと伝えてまいりたいというふうに思っております。次の項目に移りますので、
答弁者は控え席へ移動願います。14番、続きまして、歩行者の安全確保について質問をさせていただきます。先般 JAF から発表された信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況の全国調査で、ついに岡山県は全国ワースト1位になりました。昨年から私も県警にもご要望し、県警も歩行者からも合図をする運動や民間とも連携した広報活動等に積極的に行っていただいている矢先の数字で、ショックも大変大きかったのではないかと拝察いたします。私は課題解決には目標からの逆算が必要で、その達成のためにはベンチマークの設定やイノベーションによる改善、PDCA による改善などが必要と考えております。その点、県警は現在の一時停止割合 10.3% を何パーセントにする目標で、どのような取り組みが不足していると分析されてますでしょうか。警察本部長にお伺いいたします。また目標を達成するために何をすべきなのか考えてみました。ネット情報ではありますが、調べましたところ1位の長野県は 85% 台で、その要因は長野県警も分かってない状況でありますが、長野県警がおっしゃるには、小学生が一斉登下校の時に止まってくれた運転手に一礼する伝統があるそうであります。その一礼した習慣の児童が大人になって運転する側になると、自然と歩行者に対する注意意識が醸成されるのではないかとのことでした。なるほど、教育現場で子どもと親に同時に横断歩道での一時停止の教育をすることは大きな意味があるように思われます。学校においてそのような教育をするお考えはありませんでしょうか。教育長にお伺いいたします。またこれだけ一時停止に気を使っている私も、横断歩道自体が見えなかったり、歩行者に直前まで気づかなかったりと、物理的な要因で停止できないこともあります。そこで信号のない横断歩道に注意喚起のために横断機、しかも赤の横断機を使用することはできませんでしょうか。これも含め歩行者の合図を一層促し、また目立たせるための取り組みを行う必要があると思いますが、警察本部長のご所見をお伺いいたします。また前回も質問しましたが、人身事故が複数回起きた、また市町村からの要望の多い横断歩道に押しボタン式信号を設置する予算を拡充することはできませんでしょうか。ここ数ヶ月だけでも信号のない横断歩道を横断中の重大事故が4件起きています。歩行者の安心安全の確保のために何卒よろしくお願いいたします。警察本部長にお伺いします。答弁を求めます。警察本部長、檜垣重富君。お答えいたします。歩行者の安全確保についてのうち、まず一時停止割合の目標等についてであります。横断歩道等を横断しようとする歩行者等がいる場合の一時停止義務は、道路交通法に定められたルールでございます。昨年の JAF の調査結果を受けて、県警察においてアンケート調査を実施した結果、横断歩道で一時停止しない理由として、歩行者が渡るかどうかわからない、気づいたときにはすでに横断歩道を通過しているといったこと等が挙げられております。そこで県警察では令和2年11月から歩行者優先安全プロジェクトとして、横断歩行者等妨害等違反取り締まりを徹底強化するとともに、運転者に対して停止義務等に関する広報啓発を行っているほか、手を挙げるなどの横断の意思を明確に示すことについて指導する目と手で合図ストップ運動を推進しております。また横断歩道の視認性を向上させるため、表示の補修を行うとともに、夜間や雨天時の視認性が高い高輝度塗料を使用した道路表示の整備も進めております。引き続きこれらの取り組みを強力に推進していく必要があると考えております。次に歩行者合図の取り組みについてであります。横断旗は企業団体等から自治体が寄贈を受け、ボランティア等によって児童等の安全な通学を確保するため活用されているものと承知しております。
歩行者を目立たせる取り組みとしましては、目と手で合図ストップ運動を推進し、接近車両にアイコンタクトを送る、手を挙げる、こういった横断位置を明確にすることについて、学校や老人クラブ等、各種交通安全教室等で指導しているほか、県警 SNS 等の各種広報媒体を活用した情報発信、岡山県出身の著名人を起用した広報動画やチラシ等を活用した広報啓発活動を推進しております。次に、押しボタン式信号についてであります。押しボタン式信号も含めた交通安全施設の設置にあたりましては、地域住民等のご要望を伺いながら、道路の形状や交通量、交通事故の件数等を分析調査し、設置効果や緊急性等を勘案した上で、真に必要性の高い箇所に設置することとしております。今後も交通安全施設全体の持続可能な管理にも配慮しながら、必要な予算を確保し、適切な整備に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。教育長、鍵本義明君。お答えいたします。学校での教育についてでありますが、お話のとおり、運転手は子どもが一礼する姿を見ると、今まで止まらなかった人も止まろうという気持ちになるのではないかと考えております。県教委としては、横断する際に手を挙げるなどの意思表示をするとともに、止まってくれた運転手に対しては感謝の気持ちを持つよう指導してまいりたいと存じます。また、啓発チラシ等を活用して、家庭においても子どもとともに交通安全について考える機会を増やしてまいりたいと存じます。以上でございます。渡辺君。2で要望。14番。まあ、私もこの長野県の事例を聞いたときにですね、まあ、これ、本当に嘘かわからないんですけども、実際、今、そういった伝統があるということで、すごいいい取り組みだなというふうに、感覚的に思ったわけでありまして、確かにその運転者の配慮というのは、そういったお互いの思いやりとか、そういったところから生まれてくるんだろうなというふうに思いましたので、ぜひまた長野県の実際の事例もですね、研究していただきながら、教育現場でもそういった啓蒙活動に取り組んでいただきたいとご要望させていただきます。以上で終わります。ご先生は席へお戻りください。以上で渡辺君の質問は終了いたしました。